ハーフアップからたった10秒でこんなこなれ感のあるローポニーができます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ハーフアップを普段されている方向けの簡単に雰囲気を変えるアレンジを紹介します。この状態からも一瞬でできますので、ぜひ参考にしてみてください。ということでやっていきたいと思います。まずね、このハーフアップした状態、ゴムを少しね下にずらします。このぐらいで真ん中に空洞を開けます。これを左右どちらでもいいので、ぐるっと一回転させて輪っかを作った状態、この輪っかの部分に下のこの降りてる髪の毛ですねを持ってきて、こんな感じで持ってきて下から上に通していきます。こんな感じで、このゴムの部分を2つに割ってギュッと締めていく。でバランスをね全体的に整えたら、こんな感じで完成です。はい、ということで、こんな感じで仕上がりました。うまくやるポイントとしては2つ。まずはシリコンゴムではなくて、こういうねヘアゴムを使ってしっかりと結ぶ。この方がね髪の毛の引っかかりが少なくなって綺麗にまとめれます。もう一つは、普段ね普通に、まとめてもらって綺麗にまとまる方はそのままでいいんですけど、結構ねパサつきだったりとかぐちゃぐちゃってなりやすい方に関しては、スタイリング剤をしっかりとつけてからやってあげると綺麗にまとまります。この2つをしっかりとポイントとしてやってください。普段のねハーフアップに飽きた方だったりとかはね、こういったアレンジをやるとちょっとね気分が変わったりとかテンション変わってくるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。